皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日の3連休、この3連休にですね、いわき市アンモナイトセンターで、体験発掘、3連休3連投で、行ってきたんですけれども、土日、まあ、普通は土日だけ、まあ、体験発掘やってて、まあ、月曜なんかが休日になってると、まあ、その3日目もですね、体験発掘やってるんですけれど、まあ、今回は3日目が11月23日ですね、それがセンターのイベントで、琥珀を掘りに行くという、まあ、イベントがあって、まあ、通常イベントがある日はですね、体験発掘っていうのはやってないんですけれども、まあ、今回は23日、まあ、その日も体験発掘を行われるということで、まあ、この3連休3連続で体験発掘に行ってきたんですけれども、まあ、この週末の目玉はですね、まずこちらの写真をちょっと見てほしいんですけど、まあ、露頭全体の画像がありまして、ここにですね、まあ、こうなんかゴロゴロと転がってるなっていうのがあるんですけれども、これをちょっと拡大したやつがこれで、はい、まあ、見てこうでっかい石がゴロゴロと転がってるんですけど、まあ、ここですね、この上のところに今まであのちょっと出っ張って張り出してた岩があったんですけれども、それをねこの週末前にこういうふうに落としたということで、まあ、この連休はですねこの石を終わっていこうかなというふうに思っていたんですけれども、まあ、今回はですねその3日間に採れた化石をちょっと紹介していきたいなと思います。はい、まあ、1日目土曜日なんですけど、まあ、午前の部ですね、この岩の前はまあここに一塊であったやつなんですけど、まあ、こう落とした段階で、まあ、一番こう近くにあるやつが、まあ、一番この地面に近い方にあって、まあ、この辺に転がってるやつがねこの高い方にあったやつかなと思って、まあ、狙い目としては、まあ、中段とか上段、ちょっとまあこうロープの張ってあるところよりも高いところから落としたやつの中に、まあ、アンモナイトが入っていることが多いので、とりあえずまあこの中段から落ちたのかなっていう感じの岩をねまずは掘っていったんですね。それでまあ午前の部で出てきたものなんですけど、まあアンモナイトを期待したんですけど、ちょっとね自分が掘っていったところからはアンモナイトが出てこなくて、まあ目立った成果といえばですね、こちらですね、こちらがですね、イノセラムスの、合弁です。あの2枚貝ですから普通はこう2枚合わせてるものなんですけど、まあ大抵はあの片側しか出てこないんですけど、まあこういうふうに綺麗に両面出てるイノセラムスと、こちらは、アフロディナというですね、あんまり今出ないらしいんですけど、まあ、2枚貝の一種ですね。はい、まあ、午前中はちょっとこれしか目立つものが取れなかったんですけども、午後の部ですね、まあ、同じように、まあ、この辺の石を割っていたらですね、こちら、はい、ギュイボストリコセラスというですね、異常巻きのアンモナイトの一部が出てきました。はい、でまあ、この一部だけだったんで、まあ、そんなに、まあ、大したことないかなと思ったんですけど、まあ、それをちょっとクリーニングしたらですね、このユーボストリコセラスのこっち側、ちょっと右側のところにですね、なんと別のスカフィテス、まあ、異常巻きのアンモナイトの化石が横にくっついてたっていう感じですね。なので、まあ、ちょっとだけ得した気分になりましたね。はい、はい、そして2日目なんですけど、まあ1日でだいたいこの辺の岩は割り終わって、まあ、この辺に転がってたやつもねだいたい粉々になっちゃってたんで、2日目はですねここにあるでかいのあるんですけれども、この岩をですね、割っていこうと思って、狙いをつけたんですね。でまあ午前の部の、まあ、割と早い段階で、スカフィテスの、化石が見つかりました。まあ、こういう感じで、まあ、半分だけしかなかったんですけれども、まあ、割と綺麗な状態のスカフィテスの一部が見つかりましたね。
でそこからさほど時間経たずにですね、次のアンモナイトが見つかりまして、こちらなんですけれども、まあそんなに大きくはないんですけどね、ゴードリセラスの化石、まあ半分だけなんですけども、それが見つかりまして、まあすぐその後クリーニングして、見てみたら、この裏側はですね、結構綺麗な録画出てまして、まあ綺麗だなとは思うんですけど、まあ、この中心部ですね、この、まあ、いわゆるおへそという部分なんですけど、そこはですね、ここがもう完全に本当に薄皮一枚しかなくて、本当に触っちゃったらポロって取れるくらいにボロボロになってたんですけど、まあ、そこが残ってればね、もうちょっと綺麗に見栄えするんですけど、まあ、ちょっとそこそこは残念だったんですけどね。で、まあ、ゴンガブだったんですけど、まあ、とにかくそのでかい石だったんで、まあ、それを、まあ、割り尽くすことにちょっと集中しすぎて、ちょっと化石をね見逃しちゃったかなと思うんですけど、まあ、一応スカピテスの化石が2個、それから、ユーボストリコセラスだと思うんですけど、まあ、それのちっちゃいかけらがちょっと出てきたなかなというところで、まあ、一応スカピテスの2個のうちの1個の裏側にはですね、ちっちゃい琥珀もくっついてました。まあちょっとおまけかなという感じですね。で、まあ2日目はですね、連休の中日、まあ、日曜日だったわけですけれども、まあこの日はですね、結構お客さんが入ってまして、まあ午前の部で130人くらいいたんですけれども、まあそれだけお客さんがいると、まあちょっとね、掘る場所がこう限られてくるということで、まあ、2日目のその午前中はですね、まあちょっと変な体勢で掘ってたんですけど、まあいわゆる鳩場でこう海を眺める体勢といいますか、ああいう変な格好でちょっと掘ってたりして、まあ1日目もそうだったんですけども、ちょっとね、もう午前の終わったあたりでもうひどい足がこむら返りを起こしちゃって、痛い痛いっていう状態だったんですけど、まあ、2日間ですね、おおむね、石は割り終わって、まあ、こんな状態、もう、細かな、まあ、10センチ以下のちっちゃい、瓦礫にこう変わったということで、まあ、その石を早く割りたかったっていうのは、まあ、目的が別にあってですね、まあ、当然この転がってた石を掘りたかったのはあったんですけど、まあ、それ以上にちょっと気になってたのがここなんですよね。このいわゆるそのでっかい岩を取り除いた後の壁なんですね。まあ当然そこは岩がこう張り付いていて、今まで誰も掘ってなくて、まあ全然手がつけられていなかったところなので、まあそこをねまず最初に掘るということがね、非常に楽しみだったんで、まあ何が出るかなという感じで、まあそこを掘るのはですね、まあ3日目からということになったわけです。はい、で3日目なんですけれども、ようやくですね、本来の目的のこの壁のところを掘り始まったわけなんですけど、まあ、掘り始まって、まあ、早々にですね、ちょっと思わずあっという声をちょっと出してしまったんですけれども、まあ、あの10月にですね、取れた大きいこのアナゴドリセラスの化石があったんですけれども、まあ、あれと同じ感じの録がちょっと掘ってた目に出てきたんで、あ、もしかしてこれはアナゴかと、思ったんですけれども、まあ、よく見るとですね、ヤーディアという二枚貝で、まあ、このアンモナイトセンターでは取れる二枚貝としては一番大きいものなんですけれども、まあ、結果的にはヤーディアだったということで、まあ、こちらですね、はい、まあ、これはこのだいたい幅が5センチくらいの大きさなんですけれども、まあ、去年の夏にはですね、これの倍くらいのでっかいヤーディアが取れたんですけれども、まあ最初見た時はここのこの辺だけの録が見えたんで、まあちょっとね、あの穴子に見間違えたんですけれど、まあここまでこっちの方が出てくると、まあここにこう、まあ、貝の縁のカーブの線が出てるんで、まあ貝だなっていうのが分かるんですけどね、はい。で午前中の後半にですね、こう掘ってたらば、ちょっとキラッとこう光が見えたんで、あれもしかしてこれサメの歯かなという感じがしたんですけれども、ただ
出てきた歯がですね、もうめちゃくちゃ小さくて、まあこれ出したところでただの石の塊にしか見えないんですけど、まあこの辺にですね、すんごい小さい、もう2ミリ、まあ、長さとして2ミリもないような小さい歯が出てきて、これがまあその歯をまあカメラで撮るときに、まあ間にこう60倍のルーペを挟んで拡大して撮ってますけど、まあそれでも小さいですから、それをさらにこう拡大するとですね、はい、こういう感じでここにまあ歯があるんですけれども、まあサメの歯には間違いないかなとは最初思ったんですけど、まあ大きさからして、まあサメの歯の歯垢頭じゃなくて横のちっちゃいこの側垢頭かなと思ってたんですけれども、まあ後で職員さんに見てもらったらば、いやいや側垢頭じゃなくてこれはですね、非常に、まあ、センターではレアなヒボダスというサメの歯だというふうに言われまして、まあとりあえず小さいんで、まあちょっとピンとこないんですけれども、まあ、ヒボダスというサメはですね、まあこのような形をしているサメでして、まあ、特徴としてはこの頭の上のところにですね、ちょっとトゲトゲトゲという感じもあるんですけれども、最大の特徴はやっぱりですね、このヒレのところについているこの大きなトゲなんですね、これね、はい、これはですね、何の役に立ってたかっていうと、まあより大きな海の生物にこう捕食されるときに、まあ、防御のためについてたものではないかと言われているものなんですけれども、まあ、このサメですね、まあ、大きさはそんなに大きくはなくて、全長でまあ大体2メートルから 2.5 メートルくらいだったのではないかということで、まあ、どんなものを食べていたかというと、まあ、歯の特徴からですね、まあ魚のようなものを食べていたし、まあ、奥歯がですね非常に特徴的で、まあ、人間の臼歯というかね、奥歯にあるこう平たい歯がありますけれども、そんなような歯をしているんですね、奥歯の方が。なのでまあそのつるっとした滑らかな生き物はこう前歯の方でこうがっつり、噛みついて食べてたのではないかということもあるし、奥歯のこの平たい歯でもってその甲殻類ですね、カニとかエビとかそういったこう硬い甲羅を持ったような生物を食べてたんじゃないかということですね。で、まあ、歯の特徴としてはまああのあまりこう鋭利に尖ってない、ちょっとこう丸みを帯びた感じが、まあその特徴だから、まあヒボダスじゃないかっていうふうに言われたんですけれども、まあちょっとこれも砂岩に埋もれてるんで、まあ、クリーニングしたいのは山々なんですけど、ちょっとですねあまりにも小さいですから、まあ、これでこう2ミリもない大きさですから、ちょっとクリーニングするのは怖いですけど、まあちょっと頑張ってやってみたいなと思います。で、ゴムの部だったんですけどもね、まあ、同じ場所をですね、その壁を掘ってたんですけれども、まあ、掘ってる場所からして、まあ、サメの歯は多く出るんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、その通りゴムの部はですね、結構サメの歯が、連続して出ることになります。1本目、まあ、クレットラムナの、まあ、シュコートだったんですけれども、まあ、これはそんなに大きくない、ちょっとちっちゃめのシュコートですね、はい、で2本目なんですけれども、2本目はこういう、まあ、ちょっとちっちゃめの石をこうパッと2つに割った時に出てきた歯だったんですけれども、まあ、ここにちょっと出っ張ってる歯なんですけれども、まあ、これシュコートだけがここに入ってればね、この状態でこう上から引っ張れば、まあ、スポッて抜けるんですけど、この歯はちょっと触っても簡単にはこう動かないんで、多分この埋まってるこっち側のところが、まあ多分歯根とか側垢等があって、それがちょっとね石に引っかかってるんで抜けないんだと思うんですけど、まあこれもちょっと後でクリーニングしてみたいと思います。で3本目なんですけれども、まあこれもクレットラムナの歯かなとは思ったんですけど、ただその歯根のところが折れちゃってるので、うん、クレトラムなのかクレトキシリナなのかがちょっと分かんないんですけど、一応この、こっちが歯垢頭なんですけど、その根っこのところが見つかったんで、
まあ、この根っこのところも合わせて、まあ、クリーニングしてそのサメの種別をね、どっちかなっていうのをね明らかにしたいと思います、はい、で4本目なんですけど、これはまあ完全にクレトラムなんだなっていうことは分かるんですけど、まあ、4本目がですね、まあ、一番状態としては良くて、あの主高頭も側高頭も両方あって、さらに歯根もしっかり残ってるということで、これはもしかしたらね、関係なんじゃないかなと思います、はい、これはちょっとね、まあ、クリーニングしてみて、後でちょっと見てみたいと思います、はい、というわけでですね、この3日間ですね、結構なかなかな成果が得られたんで、まあ、大収穫という感じで良、かったなと思います、はい、でまあ、今回ですね、この壁にくっついてたでかい石を落としたわけなんですけれども、まあ、今後ですね、その近くにあるここにもこう壁に張り付いてる岩があるんですけれども、まあ、これもまあ近々落とすということなんで、まあ、その時もですね、ぜひ発掘体験に参加したいと思っています、はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお持ちしております、関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。